ますよ皆さん。もうシンガポールはね、かなりの人がやっぱアリスタイン待っててくれてるんだなみたいな印象があって、ね、びっくりだよね。なんかもう自分が思っていた以上にこうなんか待っていてくれたっていう。そう、去年ライブ DVD もなんか見てくれたぐらい。そうですよ、めちゃめちゃいいとこでやらせてもらいましたもんね。なんかこう、あれなんか好きな食べ物ありますけど、シンガポールのなんかこう、肉がさ、名前忘れちゃったけど、鶏肉が乗ったようなやつなんかあって、ちょっと名前が分かんないんですけど、ね、ぜひちょっと、ね、皆さんちょっとなんか教えてください。確かあったね、鶏肉とか乗ったってご飯のやつじゃん。なんかそんなやつチキンライスだよ。そのままだね。そうめっちゃ美味しかったですね。日本でも食べたいぐらい。日本はね、戦闘さ戦闘さどうだった。そうですよね、はい、今回は10月24、はい、25、今年はね、2days なんですよ。なんかもうだからね、食べない日がある人もいるかもしれないけど、どっちかはぜひ開けといてもらいたい。ラサールザシンガポールエアラインシアターというところでやりますので、はい、ぜひね、遊びに来てください。待ってますよ。それではまた。